装飾古墳の石室内部を実物大で再現。4月1日に開館した宮若トレッジは、宮若の歴史が詰まった新しい施設です。受け継がれる文化、歴史、そっと記憶をたどってみると心に残る風景がある。夢クルーズ。ブローという場合、福岡県、佐賀県、ホンダカーズ。今日のクルーズはホンダウェゼル。宮若市は古い歴史に彩られた町。中でも1500年前に作られた竹原古墳は市を代表する遺跡。国内でも屈指の彩色壁画を持つ装飾古墳です。この竹原古墳の石室を間近に感じることができるのが、小学校をリノベーションして作られた宮若トレッジ。石室内部を忠実に再現し、ガラス越しではわからない圧倒的なスケールを体験できます。他にも宮若のこれまでの歩みがわかる資料を多数展示。宮若市の宝物が詰まっています。宮若市へのクルーズはホンダウェゼル。限りなくフラットな荷室空間、より多くの荷物を積み込むことができる SUV です。この番組は福岡県、佐賀県、ホンダカーズの提供でお送りしました。